この交代の判断3イニング祖父江のピッチングが始まります。さあ代打大城です。この下打線並んでいるようなそんな状況になるわけですよね。はい、途中からライトを守っていますパーラです。当てただけという形になりました。しかしパーラも一生懸命一塁に走る。ドラゴンズエスコバーは三振です。この音坂をまず画面を外れましたが1点を追いかける9回裏バットが折れました。増やしたくないということですね。そうですね。速球だ、空振り三振。山田、青木、エスコバーがスタメンを外れました。前半っていうところにはこの7回っていうところにちょっと苦労したところがあったと思うんですよね。空振りの三振。空振り。キャプテン青木見送ってしました。ストライク見逃しの三振で試合終了。なんとそうですね、見逃し三振。空振り三振。空振り三振。試合終了。祖父江苦しみながら締めました。2対0中日勝利を収めまして。